神社にお参りします。綺麗な神社があります。なんとこんな大きな木があるんです。すごいですね。見事ですよ。これはイチョウの木だったんですね。乳ができてます。動物がいるかな。幹回り10メートル越してます。筒賀神社。狛犬。右側。大歳神社。筒賀のイチョウ。夜景の写真があります。葉っぱがあるときに見に来なくてはいけません。ありがとうございます。大きな木が並んでいます。杉の木。厳かな境内。道路の向こうに学校があります。